はい、そっかじの久保です。適度なストレスっていうのは成長にね、ものすごく必要なんだなというふうな説があります。そして適度なストレスの後には徹底的な癒し、この繰り返しが自分を成長させて、そして強くさせるというね、そういう説がありますし、おそらくそうなんでしょう。ただですね、やっぱりこう辛いことがあったから成功した時の喜びが大きいんだっていう説には納得できる部分と、私はいまいち納得できない部分があるんですよね。というのが、私ね、今こういう暮らししてますけども、何かに苦労して何かの壁を乗り越えてってほどのことはしてないんですよ。で、そうですね、分かりやすく言うと、まあ、このぐらいのハードルを超えるのが大変な人もいれば、どうってことない人もいるんですよね。私はね、困難もなんかどっちかというと楽しむっていうかね、面白いなって感じる方なんで、いや、やっぱ辛いことがあったから、この一杯のビールが美味しいとかっていうのではなくて、それからね、もう豪華な食事をしてるから、豪華な食事をする前にずっとね、質素な食事をしてるから美味しいんだって感じるのもありますよね。でも私ね、質素な食事も美味しいと思うし、なんかこう逆境もなんかこう楽しいと思うし、なんか妙な感じなんですよね。だからこう苦労して苦労して苦労して何か成功をつかみ取ったっていう時の喜びは格別なのかもしれませんけども、苦労してなくても成功すれば私はね、もう満点に嬉しいんですよね。だからこの、まあ結果が出ない時は過程にね、プロセスにものすごく重きを置くって考えは私もあるんですけども、いや、結果が得れたらプロセスはそんなにね、どっちでもいいかなと思う方なんですよ。その結果を生かして次のアクションを起こすっていうことなんで、その分だけなんか早く進むからいいかなって思うわけなんですよね。だからなんかね、このオリンピックのこともそうなんですけども、まあオリンピックの例えをしますと、何の苦労もなく優勝したら、ちょっとしらーっとするかなっていうふうに予想するとは思うんですけども、いや、私はそれでもね、何でもかんでも優勝すれば面白いんじゃないかなと思う方なんですよ。まあそもそもどんな壁を乗り越えるかとか、どれが苦労なのか、どのぐらい努力したのか、地獄から這い上がるような練習をするとかしないとかっていうのは個人差なんですよね。だから私はね、何かに打ち込んで大変な思いをしてここまで這い上がったっていうほど自分を美化しないんですよ。言ってみれば、このぐらいのことは誰でもクリアするだろうから、俺だけ落ちこぼれるわけにはいかないなみたいな、どちらかといってそういう草の根根性なんですよね。だからなんていうのかな、多くの人は自分が成功した時っていうのは、いやー、山あり谷ありだったなとかね、波乱万丈の一年だったなとかって言うんですけども、いや、そんなドラマティックなことをしてるのかなと思うんですよ。それこそそんなことをしてるんだったら圧倒的な結果が出るはずなんですよね。で、私は大した結果は出てないわけなんですよ、今のところね。まあでも、やっぱりこういう暮らしできてますんで、相対的に見たら多くの方が乗り越えられない困難を乗り越えたと言えなくもないのかなと思うんですよ。サイトを1万個作ったりとかね、 YouTube も動画をどんどん作ったりとかしてますけども、でも私にとってみたら何一つストレスではないんですよね。いや、このぐらいのことはまあやるんじゃないのみたいな。で、あとは取り組んだことに私はね、すごく興味を持つんですよ、何でも。だからいやいややるとか、無理やり自分のね、体に鞭打ってみたいなことは全くないんですよね、今まで。だから多分、なんか商品のセールスも楽しんでやるし、でもどっかで思うんですよね、これずっと楽しめるかな、だから別のものを今のうちに育てておいて、で、例えばセールスとかビジネスに興味がなくなった時でも投資の世界があるやって思うようにしとこうかなっていう感覚なんですよ。だからこの今 YouTube もいっぱいやってますけどもね、YouTube の動画を撮影するってことにモチベーションが湧かなくならないように、いろんなプロジェクトを自分から小さなうちに育てておいて、で、 YouTube の発信に興味がなくなった頃に興味のあるネタがこうムクムクっと出てきて、あ、だからこっちのやつを放送しようかなみたいになってくるわけなんですよね。だからなんかこう全ての瞬間が私はもうマックスフルパワーでやるっていうかね、で、最悪の時も最善を尽くすっていう、まあ、モチベーションもあるし、まあ、全て内側から出てくるんですよね。だからなんか大変だみたいな思わないんですよね、何もかも。むしろ大変だって思った時っていうのはまだ甘いなと、このぐらいのことで自分に対して大変なことやってるっていう風な評価を出しちゃうのかみたいなところがありますね。まあどんなことをするにしても何をしないにしても、私なんて本当取るに足りない存在ですからね。じゃあむちゃくちゃ忙しい時期を送ってるって本当多忙を極める人でもね、じゃああなたは世界一の多忙な人なんですかとかね、で、忙しいってことはその処理速度が遅いんじゃないですかとかっていうふうに、やっぱり
アンチテーゼをね、並びかけるようにしてバランス取ってるのかなと思いますよね。ただやっぱり振り返ってみると、あ、ほとんどの人ができないことをやってるんだなってことは確かめるんですよ。あ、なるほどなと。だからちょっと感覚ぶち壊れてるのかもしれないですね、その辺はね、うん。で、まあこれからね、どんなことをしていくかってことなんですけど、本当白紙なんですよ、いつもなんですけども、今日この瞬間思いついたことをやるみたいな感じで、今朝5時45分じゃないですか。今日のスケジュールも特に決まってるわけじゃなくて、じゃあ思い立ったが10分後これしようかなみたいな感じなんですよ。ちょっと行ってくるかみたいな感じですよ、何もかも。だから全てが突発的なんですよ。で、突発的なことができるっていうことはどういうことかっていうと、予定がないんですよね。大まかな予定はあるにしても、例えば遠足が何日とかね、母の日がいつとか誕生日がいつみたいな大まかな予定はあるんですけども、じゃあ誕生日を正確にその日にやらないといけないってことは思ってないんですよ。じゃあ、あの時の誕生日やりましょうかとか、前倒しでやりましょうかみたいな感じでね、できる時に最高のパフォーマンスでやるみたいな感じなんで、だからオンタイムじゃなくても大丈夫な環境、それがまあ隠居なのかなと思うんですよ。今日はちょっと気が乗らないんでねって、明日にしようかみたいなことがね、日常茶飯事という感じですよね。なんか昔ね、お金がないっていう織田裕二さんのドラマの中ですごくね、私の憧れる言葉があったんですよ。それは何かっていうと、織田裕二さんが成功してもう後半の最終回の1回前ぐらいですかね、大きな転換を迎える時なんですけども、今やどんな仕事も俺に合わせて組めるっていう言葉があるんですよ。大抵の人は仕事に合わせて自分の時間を使っていくんですけども、最終的に成功者になると自分の生活に合わせて仕事を後から組み入れられるみたいなね、そんなセリフだったと思うんですよ。いや、いいなこのセリフと思いましたよね。脚本書いた方、台本書いた方、本当にいいセリフを言わせるなと思いました。全ての人の憧れじゃないですかね、これは。でも本当にね、私ごときが今こういう隠居暮らしみたいな真似事できてますんで、私よりももっともっとすごい方っていうのはもっと自由なんだなと思います。ただお金持ちほどビジネスしてるんですよね。だからそれはね、本当すごいなと思いますよね。もうすでに自分の利益のためではなくって、社会の便利のためにもう自分の余った力を社会に使ってるって感じですよね。もうそれは収入とかなんとか関係ないんですよ。この前ね、そう、ビル・ゲイツさんが離婚問題とか起こしてました。ビル・ゲイツさんの個人資産が14兆円あるらしいですね。国家予算かよと思いますよね、14兆円で。離婚するときに財産分与で奥さん6兆円とか持ってくらしいんですよ。なんだこれやと思いますよね。なんだこれはみたいなね、すごいですね。ということでね、今日のタイトルはビル・ゲイツ離婚問題14兆円ぐらいにしておきましょうか。あ、そうですね、離婚で6兆円儲けたビル・ゲイツの奥さんにしておきましょうか。いってらっしゃい。